どうも、忍者になったんヨーロッパ忍者修行フィンランドに来ています。今住んでいるホストの家の洗濯は予約制で、敷地内にジムがありました。朝ごはんはラズベリー味のコーンフレークみたいなのとチップスとピンクグレープフルーツジュースをいただきました。そして今日の路上ライブの準備、歌う曲の歌詞カードです。水筒にお湯を入れて、今日もチケットは買えず路面電車で向かいます。電車で約20分、到着しました。ストックマン。チップもらえるまでアカペラで歌います。路上ライブスタート。松たか子、レッドイットゴー、彩香、おかえり、アンジェラアキ、手紙、この3曲をチップがもらえるまでひたすら歌い続けます。動画を撮ってくれたり笑ってくれたりめっちゃ見られましたが、チップはもらえません。レッドイットゴーは高すぎるので途中で歌うのをやめました。インスタライブで歌詞を見ない方がいい、替え歌にした方がいい、即興で歌った方がいいとコメントいただき、手裏剣けんちゃん、ドロンよしこという名曲ができました。早く帰って寿司食いたい、寿司食いたい、明日帰りたい、寒いのが一番嫌よ、早く帰りたい、あと1週間、ちょっと長い気がする、帰りたい、沖縄が好きや。忍者。結果約2時間半で30セント約40円。オリジナルソングなぜかダウンロードできませんでした、ごめんなさい。馬いました。ビールのプロモーションだそうです。馬と記念撮影。今日は5度、まだあったかい方ですがちゃんと寒いです。近くにいるホストに鍵をもらいに行き、無線で路面電車に乗って帰ります。フィンランドのいいところは、子供が着てるつなぎが可愛い。そしてホストに紹介してもらった近くのスケートパークへ約1時間楽しみました。砂利道をローラースケートで帰るのちょっと怖かった。夕焼け。晩ご飯は野菜のソーセージ、野菜のカレーコロッケ、野菜のチキンナゲット、野菜ボールとご飯が入ってるフィンランドのパイみたいな。ごちそうさまでした。